たまになってんな。はい、マリン渚木です。マリン渚木です。はい、2週間前に来た篠津寺のポイントにまたやってきました。はい、今日はなんとかものにしたいなと思ってます。絶対チャンネル登録してください。チャンネル登録が我々の動画制作の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。励みに。曇ってる方がいいかな。前曇ってたもんな。糸とか見にくいんちゃう。あ、それもあるかもしれんな。曇り。曇ってたらな。行くで。これ小さいのなんか。あ、いやからこれですね、そのボケ砂潜りに触りたいと思います。怖い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 。どうする、触れへんやないかい。おーい、なんか挟まれへんな。やる気なしや。挟まれたい時に挟まれへんどういうこと挟んで怒らしたら、うわー、寒気になったか少し。どういうことさ、この時計で6時までに必ず当たりがあると思う。6時入る。この顔面白いやろいい女子これよ。90% やるんだよな。一瞬やん。はい、今お今言うたら当たったな。5時55分。今から来るはずかな思った矢先に今当たりありました。でも吹くかもしれん。吹くかな。吹くっぽさあるんですけど、ちょっと待って。どうする、ちゃんとこれ巻いて。引いてる引いてる。うん、引いてないわ。ちゃんとこうやってや。どうする、巻きますか。ほほほ、あ、ふぐや、たぶんふぐか、合わせようか。はい、お、どうよ、来てるやん、来てるやん。お、お、チヌや。はい、チヌやチヌ。よし、物にしろよ。絶対物にしろよ、これは。切るなよ。お、待ちにやぞ。おっしゃー、よっしゃ、でかいぞ。でかいでかい、やったー。でかいでかい、ほんまにでかい。よっしゃよっしゃ、やったやった。なんかな、うん、なんかアコーらしき当たりやん。やったもぐらい、きたきたきた。でかっ、なんかでかい。おおおおおおお、あ、これこれ俺が寄せん回れへんがした。なんかイカってこと、40くらいあるんちゃう、これ。しゃ、食った。後で測るけど。なんか今は何時何分って言おうとしたら来た。そうそうそう。今から釣れる時間ですって言おう思って。あれ、エビや。42くらいあるわ。いた。42くらいあるで、ナギ。42。やった。42くらいあるで。これ魚拓したいけどな。42くらいあるで。やったな。で。うついな。でかい。これはでかい。やっぱちょっといかついやん。うん、しかもこれ真っ黒ちゃうし、ギンギン怒ってる怒ってる。釣れたんですか。釣れました、チヌ。久しぶりに、この最近みんなそんなに釣れてなかったんで。42ぐらいありますわ。あ、くらくら、すいませんすいません、困ったんで。ここ入れて。
ああ、よかった、頭突っ込んで。いや、久しぶりにみんな釣れてんの見ました。ああ、いや、やりましたわ。最近一個もみんな釣れてなくて。ああ、ほんま。うん、いやー、それ立派やわ。うん、意外に3週間ぶりぐらいちゃう。うん、よかったな、釣れずに。よかったな。よかったね。よかった、よかったやんか。はい、今日の釣果ですが、42センチぐらいのチヌが1匹釣れました。前回切られてますので、なんとか1匹取れて非常に良かったです。はい、よしとしましょう。よしとしましょう。はい、チャンネル登録絶対お願いします。はい、明日カレー釣り行ってきます。坊主やったら動画載せません、多分。頑張ります。マリンなぎさき。